はい、こんにちは。本当は大型なんですけれども、神経質で繊細と思われたくて、聞かれた時は A 型と嘘ついてる靴沢です。母国ベトナムで売りさばく目的で十数回も出入入国を繰り返し、自転車泥棒に励んでいたベトナム人ブー・クアン・クエン33歳と手下一人を豊島区で逮捕。日本は至る所に高級自転車が止まっていて簡単に盗めるとか言ってたって、まったくふざけた野郎だなーって。高級自転車って言うから、より好んでんでしょうね。高級高い自転車ばっかり盗んでるんでしょうね。これ目利きだな、自転車泥棒目利きだな。世論です。変な名前、俺の自転車盗んだのもこいつらだな。ほんとろくなことしないな。行き来する頻度と積み荷でこのグエン犯罪してるってすぐわかるだろう。警察仕事しろ。こいつらからしたら宝の山なんだろう。だから外国人が増えるとやばいんだわ。税関は何してたんだ、仕事してねえな。政府はベトナム大使館に抗議とかしとるんけ。外国人犯罪者の3割はベトナム人で、もちろん1位。外国人犯罪者総検挙数1万6件のうちですね、多い順にですね、ベトナム 30.2%、 中国 27.6%、 ブラジル 6.2%、 韓国 6.1%、 フィリピン 4.8%、 タイ 3.0%、 ペルー 2.0%、 スリランカ 1.6%、 アメリカ 1.5%、 アメリカ人もあれすんのか。在日米軍兵とか結構いますしね。1位2位がベトナム中国ですよ。韓国が意外と少ねえなーって思いますけれども、意外とね、やっぱりね、中国人より多い異常な犯罪係数だなーって、数も多いんですけどね、ベトナムは。岸田が国の宝とか言ってせっせと入れるもんだが、やっぱりね、山賊、共産党が国を乗っ取ってる共産主義一党独裁国家。ベトナムもベトナム戦争で、ソ連に支援された、共産政党が勝ちまして、それ以来一党独裁国家になっております。これ知らない方も結構多いんですけれども、国民も犯罪に抵抗なくなるんですかね。上がそもそもが犯罪者だから、暴力で国を乗っ取った山賊どもですからね、ベトナムも中国も。これまでの被害は約70代、被害総額は400万円と見られるってありますけれども、なんかいちいちですね、解体して持ち帰ったんだって、手荷物かなんかしたら、1人1台ずつっても1回の行き来で2台しか運べないですよね。それで十数回の来日するコスト見合うんだろうかな。これ余罪を調べているだそうで、自転車の他にもいろいろ盗んでたんじゃないの、空き巣とか、って思います。これじゃあ十数回来日するコスト見合わねえよな、400万円じゃ。頼んでないのに勝手に来てよ。日本人に被害与える外国人はよ、侵略者とみなして量刑重くすべきっていうのが私の持論であります。日本人だったら懲役1年のとこ懲役5年なとかさ、だって侵略者なんだから。憲法は外国人にはですね、法の下の平等を保障してませんからね。バイデン大統領の認知症がやばーい。岸田総理も参加した75周年 NATO 首脳会談。これは岸田総理はオブザーバーみたいな立場で、NATO に加盟してませんのでね。バイデン大統領、並外れた勇気と決意を持つウクライナの大統領にマイクを渡したいと思う。皆さん、プーチン大統領です。ゼレンスキー大統領本人を前にプーチンと言い間違えしてしまう。世論です。なかなかやるじゃん、渾身のギャグすぎ。これ一番間違えたらあかんやつ。おじいちゃんご飯もう食べたでしょ。本音を制御する力が衰えてきてますな。言い間違いで格好を
されたらたまらんな。世が世ならこれがきっかけでことが始まるわ。最近のバイデンのギャグセンスが好き。これもブレーキとアクセル踏み間違えと同じ。よりにもよって NATO 首脳会談の席というのが最悪。トランプを大統領にするために頑張ってるおじいちゃん、大事に至る前にいい加減にインドを渡せよ。最近この他にもですね、カマラ・ハリスっていう、女の副大統領のことをですね、トランプ副大統領って言っちゃったらしいですね。本人を前にプーチンと紹介するのがウケますね。ゼレンスキーにをプーチン呼ばわり。これで言ったらあれだな、どうなんだろうな。戦争中の国、冷戦中の国、例えばアメリカ大統領をブリジネフって言っちゃったり、ゴルバチョフとか言っちゃったりするようなもんですかね。サミット並みに各国首脳集まってました。さなか、こんな人は世界最強規模の核兵器使用権限持ってるってやばくないですかこれ。トランプ応援せざるを得ないですねこれね。まともな脳みそ持った人だったら。トランプ大統領誕生で一つだけ懸念があるんですけど、アメリカさえどうでもいいって考えてんで、アメリカさえ良ければ他どうでもいいって考えてんで、ウクライナ支援をやめちゃうって恐れがあるんですよ。今からもう、端々でちょいちょい言ってる、ウクライナなんか支援したくねえって、言ってる。これが一つだけ懸念。北方領土軍事占領されてる我が国としては、ウクライナでうまいことをやったね、ロシアが調子こいて北海道に侵攻するっていうのが最悪なパターンですよね。北海道に侵略されないためにはですね、ロシアがウクライナで鼻血も出ないぐらいズダボロに負けてよ、小国に分裂するぐらいがちょうどいいんですよね。それが一番いいんですよね。プーチン大統領が就任後に会った初めての外国の政治家は私です。鈴木宗男イコールロシアと言われるように、今日まで一筋の道を歩んできました。鈴木宗男76歳はロシアのスパイですかね、これ。こういう売国と国賊は徹底的にデトックスしないといけませんよね。日本と日本人の利益のためには、トランプ大統領になってもですね、ウクライナ支援は続けてほしいんですよ。トランプは他はいいんだけど、たった一つだけこの懸念がありますね。今でも端々に言ってるし。7月11日夜、昨日の夜、名古屋市中区温泉施設の女湯に入っていた37歳男を逮捕。心は女だ、裸を見たくて入ったのではないなどと供述しているようであります。世論です。こんなの出てこねえって稲田朋美言ってたよな。ほら見ろ、こういうのが増える。稲田朋美出てこいや。犯人の国籍はいずれ最高裁で結論出さないといけない問題だな。日本中の銭湯潰れちまうぞ。被害者の人権を侵害している犯罪者の人権は守るっての矛盾しまくり。なんでわざわざ公衆浴場に行くかという問題。このまま行くとスーパー銭湯とか倒産続出だろうな。そもそも本当に心が女なら女の気持ちがわかるから男の体で女湯入らんと。女、心が女だったら女に男入ってきたらやだーっていう気持ちがわかるから、自らそんなことやらないっていう意味ですかね。試験です。厚労省がすでにですね、男女の別は身体的特徴で判断するようにって全国の温泉施設に通知出してんで、これアウトですね。本人以外でですね、差別よなんよとつべこべ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 言ってくる連中はですね、じゃあ証明してみせるで反論しましょうよ。心は女だ、それ証明してみせる。内心のことなんか証明できないんだから、証明できねえのが嘘つきで完全論破で言いますね。だけどパヨパヨはですね、完全論破されたことに気がつかないんですけどね。気がついたら怒鳴り出すかフリーズすかで誠に厄介。フェミや LGT パヨ見かけたら人語が通じない、日本語通じねえって判断して関わらないのが有意義。人生の正しい使い方だと思います。最近なんか調子いいですね。公文社フラッシュ。昔は抗議外線やられるほど韓国に染まってたんですけど、最近調子いい。 TBS の歌番組韓国人出しすぎ。7月13日放送予定の8時間歌番組、8時間歌、音楽の日2024、出演アーティストは総勢70組だが、韓国グループの、読み方わかんねえな、だのトゥモローなんとかだのニュージーンとか、ボニー
わかんねえな、などが出演予定で、これに対し、SNS では多くても3組ぐらいだと思ってた。韓国と共同運営してるみたい。これ、韓国が運営してんじゃない？TBS は。どの曲も今年の、去年の、紅白の大失敗を全く理解してないな。なぜか、韓国グループ優先になってて笑えない。など、プチ炎上中と、フラッシュが記事にしました。世論です、テレビないから知らんかったけど音楽番組復活したの。そりゃ K-POP の事務所が赤字になるぐらい金もらえるからだろ。韓国人出すと制作費用を抑えられるんだろうね、世界中で赤字だが韓国の国策だからやめない。関連会社を韓国に設立したしな、ありましたね。TBS が子会社、完全子会社で、韓国ソウルになんか2、3人ぐらい常駐する事務所を構えたってね。真っ先に乗っ取られたのが TBS だぞ。キックバックあって出せば出すほど逆ギャラ発生。K-POP のことK-POP って言うらしいんですけど、こんなどうでもいいこと初めて知っちゃいましたよ。なんで韓国人ばかり出すのか。答えは簡単。TBS には日本人社員が一人もいなくて全員韓国人だから、嘘だって言うんだったら証明してみせろ。社内の公用語はハングルだから、日本語話せない社員もザラだから。だからしょっちゅうフリップ間違えてるんですよね。TBS 社員全員韓国人。そうじゃないって言うんだったら証明してみせろ。できねえだろうが、内心は女、心は女も証明してみせろ。韓国人じゃないです。証明してみせろ。戸籍謄本出せ。できねえだろっていう話でね。こちらが武器ですね、それはね。心は女だの、つびこび言うやつに向かってはね。というわけで、チャンネル登録よろしく、お願いする A 型の嘘なんですけど、靴沢でした。デトックスジャパン。